夜明けの門旧市街地の内側から見た夜明けの門夜明けの門は1503年から1522年にかけてルトアニア大公国の首都ビリニュースに作られた城壁の一部である。もともとはビリニュースの南にあるクレバ城及びメディニン海城に続く門であったことからクレバ門やメディニン海門と呼ばれていた。夜明けの門と呼ばれるようになったのは20世紀になってからのことである。 町に9つあった門のうち現存しているのはこの門だけであり、他の8つの門は全て18世紀末に当局の指示によって壊された。内部のチャペルの様子16世紀、攻撃から町を守り旅行者を祝福することを目的に宗教的なモニュメントが門の内部に作られることとなった。門の中のチャペルには聖マリアの肖像があり、奇跡を起こすと言われていた。 数世紀にわたってこの肖像は、町のシンボルの一つであり続け、カトリック教徒と聖教徒の双方から数形されてきた。神への贈り物が数千個壁に飾られており、海外からも多くの巡礼者が祈りに来る。またミサはリトアニア語とポーランド語で行われる。夜明けの門が描かれたジューリタス記念金九1993年9月4日、ローマ教皇、ヨハネ・パウロ2世が、 夜明けの門の中にあるチャペルで、ロザリオの祈りを捧げた。ありがとうございます。